時刻は9時34分になっております。今日はここじゃん近鉄灰原駅にやってまいりました。今日はここから、以前からずっと行ってみたかった又兵衛桜を目指して行ってまいりたいと思っております。コース詳細はリュウジさんからです。ここから9キロほど走って又兵衛桜に行きます。はい、又兵衛見ます。又兵衛で桜を見た後は、はい、お父さんの方に行って、はい、岩山神社の方に行って、はい、飛鳥に抜けて帰りますだそうです。で30キロほどだそうです ね、はいはい、それでは今日も元気に行ってみよう。おう、宇田川です。はい。見事やね。見事。うん、あ、桜吹雪が川に。ああ。満開からちょっと散り出したって感じやね。すごいここの道。おー、わー見事。うん、知らない街は楽しいね。この川辺のこの桜の花びらがすごい綺麗。こんな見事な桜吹雪初めてかも。本当すごい。もう駅から2キロ弱の贅沢でした。すごい桜吹雪の道だった。桜は終わるようです。うん、まあ、あの辺にもね、ちょっとチラチラ楽しませてくれるけどね。うん、見事だった。すごい見事だった。はい、また桜通りに出てきました。いいね。いや、近所にも桜たくさん咲いてるとこあってね、もうこれで十分やと思ってたけど、やっぱりこの川の流れてる様子とか、ずっと広がる田園風景とか、やっぱり綺麗だね。うん、あの空気と水がね、あの水飲んでへんけど空気美味しいし。やっぱちゃうわ、水濁ってるけど。うん、まあ、そういうこともあるね。
うわすごい、ほんとすごいわこれ、もう映り込んでるからこれ、ほんとね、体にバシバシ当たるぐらいの桜吹雪、すごすぎ。桜吹雪、本も初めて。うわすごい。豪雨。豪雪やろ。いや、さっきの一区間で終わりかと思ったらね、またここもすごいね。いや、提灯があるからこっちの方がほんま花見メインの通りなんかな。あずまやがあったりとかするからね、例年やったらあれなんちゃう、お弁当広げたりとかしてあるんちゃうかな、今年は全然そんな影ないけど、まあ、ここで一旦終わりですかね。ですかね。あ、向こう側に駐車場もあるんだよな。あー、なるほどなるほど、いや走り去るのがもったいないぐらいの見事な風景だった。元米桜まであと 5.2 キロです。はいはい、もうなんかしっかり満足。桜ゾーン。協力金は100円です。あ、もしかしてこれか？これ？もう終わってんの？27日が満開やったね。そうなんや。これ確かに想像しよう、満開の。もち300円をゲットしました。ニブラス純吉さんが奢ってくれました。はい、じゃーん、ありがとうございます。ちょっとちっちゃいですね。105でちょっとハイプライス。はい、又部さんちょっと残念でしたね。あ、まあでも27日に満開の写真が上がってたんでこんなことかなとは思ってたんですけど、はい、でもここに来るまでの河川敷が本当に見事なんで、もう結構もうあれで満足したっていうはありますね。桜、いやいや見事でした。又部はまた来いって言ってます、はい、今からいよいよあの音羽さんの方面に向かって山入っていきたいと思います。はい、5月か、 あったな、こんな前、あった。現在地。ああ、ここ音羽さんね。あ、そんな遠くなさそうやな。うん。音羽山は別に行かなくてもいいね。あ、そうなの？京ヶ塚行って下の熊ヶ岳の方に降りて行ったら方が近い。ああ、ほらそうしようか。竜王神社って結構大きい神社じゃん。知らん、まあ、とりあえず竜王神社向かって行ってみよう。はい、舗装路が続きます、はい、結構急です。舗装路っていうかコンクリの、ようやく山に入ってきました、春って感じするね、夏やでね。
緑が元気だわ、うん、駆け上がっていったで。ああ。リスがいました。うん、駆け上がっていった。多分ね、リスやったでしょ。おお。おーい。おらんか。人間が。壁やな。一山越えてふうと思いきや、おそらくこれを乗り越えていかなければなりません。山ですね、これ一山。きつい勾配やな、ここら辺。道のないルートやからな、これ。あそこにテープあるやろ。ああ。あそこに向いていくんやけど、ああこれを突っ切るのはちょっと骨が折れる。泣くんかなと思って。あそこにテープがあります。なんか踏み跡っぽいよ。ちょっと危ないな。ちょっと面白いな。ちょっとどうするかな。もうちょっと行ってみる。降りてしまうけど、これはちゃうな。これはちゃうわ。向こうに向かっていかなきゃなと思って。戻るな。うん、ちょっと始める。分からん。えげつない、えげつない。ここに。あ、やっと平和な道に出てきました。ここはね、使われてないっていうか、使う人が少ないんでしょうね。熊笹があまり踏まれてないんで、ちょっとルートが見つけにくかったです。はい、ここです。正規のルート。お会いしましたか。太いテープ。イエーイ。ここやな、メインルート。いやー、なかなかボイル、ハードボイルドの道だったね。だいぶショートカットしましたけど、だいぶ急でした。はい、いやー、無事たどり着けてほっと一息やで、これ。まあ正規のルートも急やからね。
こっちが京ヶ塚山と音羽山、はい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 、それを通り越えてカットしてきてん。あ、なるほど、台形の部分をね。音羽三山の最後の駒ヶ岳、こっち駒ヶ岳、次は駒ヶ岳。はい、わかりました。番山山番山山番山山いやー、ほっとしたわ。道なき道やったな、はい。どうや遅っ壁が出てきました、はい、もう無心に登るだけ。ここね、必死すぎてね、ご飯も珍しい。はい、時刻は12時56分、はい、距離は 13.8 キロ、はい、熊ヶ岳に到着しました。やりました。この山域は以前からも思ってましたが、勾配がきつい、やっと本当に一山二山越えてきたって感じがします。ここで昼食にしたいと思います、はい、イエーイ、ヤッホーヤッホー。今日の弁当、ご飯、サバの塩焼き、レンコンと春菊のごま和え、プチトマト、玉ねぎとネギの、これ何やったかな、梅おかかえかなんかです。今日はね、あの山の時にご飯を控えめにするとシャリバテするので150入れてきました。いただきます。じゃーん、ちょっと遠いねあ、ここまで行く元気がない、元気ない。おにぎり弁当、おにぎり弁当です。行楽弁当といえばおにぎり鮭、サバのふにゃふにゃららふにゃららふにゃららサバの塩焼き、レンコンと春菊のごま和え、プチトマト。いただきます。味噌汁もあります。うん、味噌汁も美味しいね。ちょっと薄い、うん、はい、1時23分、123 熊ヶ岳で休憩終わりました。再出発です、はい、大峠に向かいます、はい、大峠クマガタケやって、小さいクマガタケ確かにちょっとしたピークやな。間違えました。はい、これここに書いてあるわ、これ NHK 巡視路って書いてるわこれこの階段が見えたらつい降りたくなるやん。こっちに行ったらダメです。そうそう、ついねでもよくよく見るとやってもたら前来たからすますまいやいや、やってもたな。ああ、やれやれ。明日もたもたまん。
ブン。掛け声だけ。もたもたは。終わり。ちょっとカメラを意識しております。うん、実際気持ちがいいね、木漏れ日で。47分、距離は14キロ、大峠到着。はい、はい、そしてここをこうクランクするように取りまして、ここを降りていきます。はい、林道に出てきました。はい、林道に着いても水びしゃびしゃやな。1時52分。はい、相変わらずやな、こんにちは。そうや。はい、濡れてないとこいたの。ここはツルツル滑りますね。そうや、怖いね。うんうん、頭打ちどこ悪かったら死ぬでって感じ。不動延命の滝。ここお不動さんいらっしゃるよ。あ、ほんまや。はい、車道に出てきました。談山神社まであと 1.1 キロ。イエーイ、こんにゃく、こんにゃく。遠野峰のバス停です。この橋渡る。はい、屋形橋。こっちへ進みます。はい、2時27分です。談山神社入り口、距離は 17.2 キロです。2時36分、距離は 17.7 キロ、談山神社到着しました。入りません。お金が言うから入りません。そして、こんにゃくを食べて帰ります。はい、量は分からない。でも大丈夫。合わせて。うん、合わせて大丈夫。いや、これお母さんの手作りなんでね、うん、あの全部。で、ちょっと色が色。味はみんな違う。ありがとう。今のおかわりしちゃうんだよね。こっちが合わせで、こっちが3種。嬉しいなぁ。いただきます。おいしい。うん、大丈夫、3種半分、おいしい。おかわり入ります。すごいです。これね、どれ食べてもおいしいな、この味噌。ユズ、ユズ。本間はニンニクが一番好きだけど、ニンニク売り切れてる。うん、これもちょっと食べてみて、美味しい。さあ、断面は
コシアンです。コシアン京都の二条城。さっきの草も強いらしい、クオリティが違うね、うんうんうん、ね、口直ししたかったなんならもう一回草餅にしようと思ったこれ100の男よね、断山の桜です。うん、あ、見事見事。アスカ石舞台ハイキングコース。はい、復帰しました。うん、ちょっとね散ってるけどね、やっぱ風情があっていいねこの道、うんうん、この川の水も綺麗やしね、うんうん、秋の彼岸花の時にはすごい綺麗かったねここ。うん、いや今の季節も綺麗だよ、うん、桜は終わろうとします、うん、あ、なんかイベントねえ、太鼓の催しかなんかやってそう、うん、あ、でもあれ満開やったら見事やろうな、あのステージ、うん、すごいな。石舞台の桜です。うん、うん、見事やね、綺麗だね、うん、まもなく飛鳥駅です。おいえい、ここにも桜が咲いてます。うん、なんちゅう、でも今朝の桜すごかったな、うん、桜吹雪が、桜がね上背が高かったからね、うん、あのボリュームと見応えがあったね、うんうん、で山手の方からも至る所からも吹雪が吹いてきてって感じ、うんうん、もうあんなの顔に当たっていててて痛いわけじゃないけどぐらいの桜吹雪は初めてやったね。見事やった。またべはまた今度やね。ほんまやな。残念やったね、でもね。リベンジやね。はい、ということでまたべ桜から断山神社飛鳥へと決まって巡ってきました。はい、楽しい一日でした、はい。それではまた皆さん次回元気にお会いしましょう。またねー。